通りは11番の青山テレビ4着通過、4コーナーカーブから直線、その8枠の1頭14番のアドマイヤサガスが詰めてくる、1番その方で一気に来た7番のスノードラゴンも天才攻撃、前を捉える勢いです。まもなく残り 200m、 先頭はどの7番のスノードラゴンか、後ろの11番の青山テレビか、間から行きますとテレビの方にやってくるアドマイヤサガス、先頭はどうか、アドマイヤサガスです。見事最後の直線抜け出し重賞制覇。川田優がこのコンビでこの門別の寄せらに輝きました。勝ったのは14番のアドマイヤサガス。番手はどうでしょう。ちょうどところで動いていった7番のスノードラゴンですけれども、最後は奥手を持って5番手で近く。2番のブレッドハンの間、内11番、大いに今年も手を作った間なんですよ。どうやら2番手はどこ、7番のスノードラゴン再生優か、内からもう1番のブレッドハンとの差がありません。さらには11番の青山テクイ、その後ろ1番のセイクリムズ、あるいは9番のアイテムパワーといったところ、1分11秒0の勝ち時計が提示されました。14番のアドマイヤサガス、7番のスノードラゴン、間2番のペレスカント、その後ろに11番のアウヤンテブイです。本別11名日韓スポーツ賞第18回北海道スプリントカップが終わりました。5回やりいただきました勝ち馬投票券、レース達成払い戻し発表まで大切にお持ちください。